クォーツモン。あらゆるデータを食らい続け、巨大な球体で変換して自分のエネルギーにしてしまうデジモンなんだ。二口女って知ってる？一見普通の女の人だけど、実は後ろ頭に二つ目の口があって、うねうね髪を使ってご飯をむさぼるの。ねえヒガチ、私の髪の毛の中見てみてよ。嘘だよね。嘘って言ってくれ。霧の奥から聞こえてくる誰かが呼ぶ声。君の首に開いてパクパク動く、それは何だ。その爪、濡れた瞳は一体。暗く深い海に誘われてしまったが、最後人間には戻らなせい。次回デジモンゴーストゲーム呼び声。